そういえば千秋って何が好物なの？え、いきなりどうしたの？風邪でもひいた？いいからさっさと答えなさいよ。唐揚げ？かなぁ。へぇ、なんだか意外に定番中の定番みたいなものが出てきたわね。唐揚げは誰だって好きだろ。というか俺がなんて言うと思ってたんだよ。千秋ってたまに変なこと言うから、スターゲージーパイぐらいは言うかなって。言い方悪いけど、スターゲージーパイってあのパイに魚が刺さってるやつ？そう、刺さってるやつ。いや、さすがに俺でもあれは食べたことないし、そんな急に出てこないよ。私も食べたことないわね。というか、あれ美味しいのかしら？さあ、納豆とかも外国じゃ変な食べ物の部類らしいから、それと一緒なんじゃないか。馴染みある人は美味しく感じるんじゃないかな。食ったことないからどうとも言えないけど。まあ、そうね。というか千秋の好物が、唐揚げってのに結構驚いてるのよね。そんな驚くことか？俺だって人間だから、唐揚げとかカレーとか結構好きだぞ。肉じゃがとかも普通に作るし。なんで千秋は普通に料理ができるのよ。なんかすっごいムカつく。そんなこと言われても知らんがな。俺は親が忙しかったから仕方なく料理し始めただけだから。いや、別に料理できること自体はいいのよ。私も千秋の料理好きだから。ただ、私より料理うまいのがムカつくのよ。その料理のうまさを私によこしなさいよ。それは俺が困るから断る。それに料理だったら教えるし、それでよくないか。それも負けた気がして嫌なのよね。なら、どうしろと。俺に何を求めていらっしゃるのか教えてくださいよ。特に何も求めてないけど、料理上手なのが尺だから。明日からもお弁当よろしく。それくらいなら別にいいけど、一人分作るのも二人分作るのもあんまり変わらないからな。はぁ、料理ができてやさ男だなんて。あんたの彼女になる子は随分といい思いをしそうね。妬ましいというか羨ましいというか。は、彼女ね。モテてたらとっくにできてるよ。残念ながら俺はモテないんだ。悲しくなるから現実を突きつけないでくれ。いや、冗談抜きで千秋に彼女ができないのはおかしいと思うのよね。あんた私の見てないところで変なことでもした？残念ながら俺にも心当たりはない。だから俺にはモテるような要素がないんだよ。というか、俺はまず彼女より友達を作った方がいいと思ってるんだよ。パルス以外友達いないから。本当に率直な疑問なんだけど、なんで友達できないの？パルシの悪気のない言葉が俺の心に100のダメージを与えました。いきなり何を言い出すのよ。いやーね、俺みたいに鍛え抜かれたロンリーヒューマンはそう言われても少しダメージ受けるだけで済むけど、そうではない人に今みたいなことを言うと立ち直れなくなるから。何がロンリーヒューマンよ。千秋はどっちかって言うとロストチャイルドでしょ。誰が迷子だ。あれか、人生に迷ってる的な。いい加減俺泣くぞ。めんどくさいからやめて。というかなんでこんな話になったんだっけ。さあ、忘れた。まあ、忘れたってことは特に大事でもない話してたんだろ。それもそうね。まあ、千秋も頑張って私以外の友達作りなさいね。友達は頑張って作るものではない。自然になっているものだって、どこかの誰かが言っていたり言ってなかったりしてるから。俺は無理しては作らない。そんな存在したのかも、言ったのか言ってなかったのかもわからない相手の言葉を大事にするより、私の助言を聞いた方がいいと思うけど。それもそうだな。それにさっきのは俺が適当に言った言葉だし。でもまあ、俺はパルシがいてくれればそれでいいよ。人生で会える一生涯の友達は3、4人ぐらいいるらしいけど、俺はパルシがいてくれれば十分だから、そんなにもいらないんだよね。千秋がモテない理由、なんとなくわかったかもしれないわ。え、マジ？ナチュラルに恥ずかしいこと言うからじゃない。俺なんか恥ずかしいこと言ったか？それに気づけないからモテないのよ。まあ、一昔前とかなら、万が一、屋外機くらいはモテていたんじゃないかしら。わお、俺がモテる確率低い。仕方ないわよ。千秋だもの。人間だものみたいな言い方をするでない。でもまあ、俺は別にモテたいわけでもないからな。誰かと付き合ったらパルシとの時間が減るし。だから、そういうところだって言ってるでしょ。なんでわかんないかな。いや、さすがに今のはわざとやってるから。俺そこまで鈍感じゃないからね。でも、マジで俺はパルシとの時間は大事にしたいと思ってるよ。なんなら付き合う？なんだかな。別に千秋と付き合うことに抵抗とかないんだけど、雰囲気とかムードとか全然だから嫌だ。お、なんか俺が期待してた理由じゃなくて、どう反応すればいいかわからん。まあ、とりあえず次告白してくるんなら、雰囲気とかムード作りを勉強してからね。ええ、勉強しないといけないの。俺が世界で6番目に嫌いなことなんだけど。だって、こんな特になんでもない日常で告白されても千秋にされてるって考えると尺なのよね。他の人ならいいんだろうけど、まあ、千秋が嫌いってことじゃないから、そんなに落ち込まなくていいよ。いや、なんか全然落ち込んでないんだよな。まあ、ムード作りとかは勉強しないといけないって言われて、気分は落ちたけど。千秋らしいといえば千秋らしいわね。
でも、振られたんだから少しは落ち込んだら？次振られたらそうするよ。ある日とそんな話をして、俺たちは今日も普通の日々を過ごすのであった。